はい、サラでございます。今日はアポ率が3倍になったテレアポトークについてですね、ご紹介をしていきたいなと思っているんですが、まあ実際に昔ですね、私もいろんな形でテレアポトークの研究、まあ研究というか、まあ、とにかくアポが取りたかったので、トークをいろいろ改善してきた中で、まあすごく反応の良かったトークですね、これをちょっと2つご紹介したいなと思いますので、ぜひ参考にしていただければという内容でございます。では2つありますので、1つ目ですね、どんなトークをしてたかというと、こんなトークです。御社が好きな理由を10分以上語れる自信がありますので、ぜひ社長さんと一度お話しさせてくださいということで、結構その営業がテレアポのトークの中でやっているのが、うちの商品こんなメリットがあるんでとか、うちの商品ここがおすすめなんでみたいな形で、商品をご利用しする営業ってすごく多いんですよね。けど関係ができていない人からいきなり商品勧められたところで、うさんくさとかですね、怖っみたいな風に思われてしまう可能性が高いので、まず私に会ってくださいっていうことを全面的に伝えた方が、人に会いたいという気持ちが生まれるということですね。結局はその商品いいですよとか、うちの商品素敵ですよ、素晴らしいですよ、おすすめですよっていうのは、関係ができて初めて聞き入れられる言葉なので、まず営業がテレアポの中で意識すべきは、自分の言葉を信じてもらえる状況を作ることなわけですよ。じゃあ自分の言葉を信じてもらえる状況を作るためのアポイントを取るんだっていう目線で考えた時に、あなたが好きだから合わせてください、好きな理由語れるんで合わせてくださいっていうトークは意外と刺さったというところがポイントのトークの1個目でした。で、トークの2つ目ですね、が、実際の動画はこちらです。御社が好きな理由を3分、御社のお役に立てる理由を3分、ちょっとした雑談4分、計10分お時間いただきたくお電話させていただきました。社長様お願いできますでしょうかというような話をしてました。で、ここで大事なポイントは、さっきの好きな理由を語れますっていうことが一つ目。で、もう一つは、御社のお役に立てる理由がありますっていうことを伝えたいっていうのもここで言ってる。で、ちょっとした雑談。これはまあちょっと笑いを取りに行ってるような感じです。なので、10分でいいんで時間ください。みたいな形で結構テレアポしてたりとか、あ、じゃあアポイントください、あ、今間に合ってるんでって言われた時に、後から、あ、じゃあ10分だけでもいいんでとか5分だけでもいいんでみたいな形で、後からそのハードルを下げていくみたいな、これも方法としてはもちろんありなんですよ。ありなんですが、最初からまずは私に10分チャンスをくださいというトークを仕掛けることによって、相手もじゃあまずは10分だったら、しかも話してくれる内容っていうのが好きな理由、役に立てる理由、雑談したいみたいな話で、まあまあそれだったら一回繋いであげてもいいかなっていう気持ちが生まれやすくなるということです。なんでどちらのトークにも共通していることは、好きな理由をまず語ると。相手の好きな理由ですね。相手が好き、あなたのことが好き、あなたのお手伝いをしたいっていう気持ちがあるんだっていうことをしっかり伝え切ることがまず重要ということと、二つ目のトークに関しては、それを踏まえた上で御社の役に立てる理由もあるんで、ぜひお話を聞いてくださいということですね。ここのポイントは、理由があると言ってるだけで、まだここでは中身を言ってないんですよ。なので、その話をしたいから私に時間をくださいっていうトークなので、あったら話が聞けるんだということがイメージできるわけですね。なので、具体的に何の話をするのか、どんな話をするのかっていうことも伝えてあげることによって、じゃあそういう話だったら一回会ってあげてもいいかなという気持ちが作れるということです。テレアポのトークっていうのは、とりあえず会ってあげてもいいかなっていう気持ちができて、それで実際にアポイントがもらえれば OK なんですよ。テレアポの段階で全てを理解してもらう必要もないですし、全てを学んでいただく、理解をして考えてもらう、感じてもらう必要も全くないので、とりあえず、まあよくわかんないけど会ってあげようっていう気持ちをいかに作るかと。で、その気持ちを作るためには、自分が好きだ、役に立てるっていう気持ちを伝えるのが重要ということが今回ご紹介させていただいた、実際に私が使ってですね、アポ率が3倍になったテレアポトークというところでございました。ぜひ活用いただいて、その結果も教えていただけたら、コメント欄でも LINE でもいいので教えていただけたら嬉しいなと思っております。今日の動画が参考になった勉強になったらと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価を押していただけたら嬉しい限りです。テレアポ大変だと思いますが頑張っていきましょう。本日は以上です。